皆さん、お待たせしました。今日もね、AI ソムニウムファイム。ごめんなさい、もう一回やらせ！もう一回やらせ！AI ソムニウムファイルやっていきたいと思います。で、前回の話としては、前回その、あれだね、太田くんの夢の中に入ったところで終わっていたから、そこのね、ソムニウム世界を攻略していく。で、太田くんの、刺した人物とかそういうのが分かっていけばなと思っております。それじゃあ、スタート。なんかね、太田くん隠し事してるんよね、そう。ベッドの中に、そうだ、果物ナイフを、なんか隠し持ってたから、一回拘束されてるんだよ。そう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 、そういう過去が。なんでわざわざ、ね、伊達ちゃんを殺そうとしたのか。そういうところが分かっていくのかな。行きましょう。で、今回の、太田くんのやつだけ、ちょっと特殊な感じで、ソムニウム世界が現実世界の、まあ、その、焼き増しなんていうの巻き戻しというか、リプレイ再現しないといけないからさ。そう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 。ちょっと頑張っていこうかな。推理しながら、進んでいくんだろうね、多分。で、入ったところでやめてたの。じらすねーあ、来た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 、こっから渾身の突撃ルートを確保せよ。あそこ滑っちゃうから、どうにかあの滑りをなくさないと。まずはマップの確認。はいはいはい、この氷の床、これどうにかせないかんから、近づいていいのか。とりあえず行きますか。氷の床を僕がフォローしてあげると。え、上乗れるの。ツルツルに凍った床だ。ふんふんふん、まあ、溶かすじゃない、滑れ、ジャンプしろ。ちょっとさ、あれじゃない、なんというか、その、時間を使いすぎじゃね、これ。100秒も使うの。ちょっとマイナスアイテムをゲットしてから周りに行こうかな。他のとこ行った方がいい気がする。僕の勘だけど。直感ね。防火扉チン？必要ないかな。え、これかな？まあ、これだよな。ちょっと待って。いろいろ話が変わるけど、多分これをどうにか。まあ、滑るはふざけすぎでしょ。殴るしかなくない。殴って割れるこれ。まあ、僕のパンチ力なら、いけるのか？夢の世界だしね。氷の壁を、床を割れ！ふん！これは伊達の分！うるわ！これは伊達の分！うるわ！伊達の分だ！ディア！よいしょー。よかったよかった、正解引いてるわ。使わなければ生き残れない。うおー、頑張れー。せや、ナイスー。これ実際にこんな飛ばしてたらかっこいいんだけど。まずはメンタルロック1個解除。次ルートが分かれてるな。何してほしいんや、言いたまえ。何でも手足のように動こう。すごい。怖すぎ、絶対逃げたい。もうクマとかさ、もう出会った瞬間に即逃げの対象じゃん。おー、かっこいい。打ち切られる。悲しいけどごめん。全力なのよね。なんかいかんせんイケボっぽいな、急に。かっこいいやん。あら。僕が助けた。勝利の栄光を僕に。もうダメなの。いやいやいや、本当にここまで頑張ったらすごいけど。先回りして勝利の栄光とやらを探してやる。よし、切断機に白駒ぶっ込むか。そんぐらいしてあげないと。窮地に刺す光、緑の棚へ誘導せよ、赤の棚へ誘導せよ。何のことやねん。棚プレート誘導って言葉から想像するに、フォークリフトを使うとかドラム缶。フォークリフトかな？棚のプレート、まあ見てもおかしくないか。棚のプレート、これは何の棚？緑とかそういう色の指定があるんじゃないの？棚に取り付けられた寒さのせいだろうな。え、わからん。待ってよ、奥のプレートは？なんか裏側にあるね。なんだこの黄色いのは。棚に取り付けられたプレート、寒さのせいだろう。これかな？吹きかけろ。吹け。やってみるか。息を吹きかけろ。あ、違う！わかった！そっか、わかったぞ！
く殴った後に、殴るか吹いた後に、何かその扇風機なのが出てきて、息を吹きかけたら、意味かな。多分そんなんじゃないかな。だこれは、なんだっけ、凍ってるんだっけ、霜がついてるんだっけ、どっちだっけ、棚に取り付けられ、どっちだっけ、説明を思い出して。だいぶ変わってくるじゃん。うわー、ちょっと見れない。車内。40秒にして、不幸か。なんとかなれ、す。結構。ダメだ、殴るべきだった。やはり暴力が解決するわけね。くらえ。あ、ん？ね、間違え、え、今左押したのに、ちょっと。え？え？あ、偶然解けた。いいか。あれ？俺は D くらいあると嬉しいな。C あれば同じだろ。ふざけんな。え？ B？ 何これ？残り3分切りました。いや、わからん。どうしよう。あ、全部のプレート割れないかな。寒さのせいで。あ、霜が出てるかな。じゃ、もう一回吹きかけて。違う。あ、間違えて殴っちゃった。ロケット。そんな気の。もうやだ、自分が嫌になる。棚に取り付けられる。わざとじゃないんだよ、本当に。残り2分ないですよ。急いでください。わかってるんだよ、僕だって。ほん。ふう。可愛い。この吐きかけ方好き。C。だからなん。そうだな。やばいな。これちょっと時間が少なすぎじゃん。棚に取り付け。トライアンドエラーだな。なんだ急に。ん？全部溶かしたら？よ、眩しい。ん？ A。これは。なんかす、こう、大田くんの、え、なんだっけあれ、アイドル事務所かなんかの、マークかな？危ない！そっから取り出すんだ！爪でやるの。アセトンちゃん！あ、そうだ、アセトンちゃんの A だ！僕が差し悪くてごめん。君の心の光だもんね。そういうことの A か。ゴキブリかな？わかる。めっちゃわかる。あれ、最後のさ、親方編ってさ、屋敷を脱出編。あ、なんか、ねえ、死に方雑よね。急に落ちてきたなんかシャンデリアに、ガーみたいな3人ぐらいやられたりとか。今度こそやられる。これも運命なのか。やばい。まだメンタル 2! ギリギリだな。棚の A の文字を輝かした。僕は運命と戦う。そして勝ってみせる。いいこと言えわ。だ、そうだ。なんとかするのは私なんだからな。この状況で正義のヒーロー太田がかっこよく対抗するためには。なるほど、ここであれか、凍りついてないリフトが役に立つと。間に合うか。ひえ、太田ちん、太田ちん届かないよあんなの。木箱、フォークリストを持って、このリフトを持って、フォークリフトだ。うん。で、木箱ぶつける。リフトオンっちゅうわけよ。突撃！は？出撃？え？運転旋回。ここは太田の世界。この世界でもお前の役割は、太田と白熊の果てしないバトルをアシストすることだろう。うん。己、太田。私のクールで知的なイメージが破壊されてしまった。割と序盤でもないけど。いけ！おたち待っとけ！システム、オールグリーン、シンクロ率 6%! やる気満々やん。僕は、ここで、お前を殺さなきゃいけないんだ！いけ。無人二役自動車、フォークリスト、出撃！うん。フォークリフト！そいつをよこせ！武器なの？まあ、想像と違うんだけど、もうこのまま突っ込んで倒すんじゃないのか。ふん。あとメンタルロック4。でも、腰がすくんで立てない。
こいつ、これで本当にイリスを助けられたのかな。どうなんだろう、もう出会って5秒で即お腹刺されてるんじゃないのか。ああ、ここは太田にやってもらうしかないんだ。どうにか立ってもらわないとな。人っていう字は誰かが支えてるっていうじゃん。僕、相棒が後ろから支えてやればいけんじゃない。ひぇ、もう30秒もないです。ちょっと頑張って頑張って、ギリギリ、やばい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 、間に合うかな。太田ちん、これはもう最後、太田くんを僕が支えてあげる。君がアセトンちゃんを支えてあげろ。カツを入れるどれかな。あ、時間がなーい。あれ、すくむな、立ち上がれ、さすれば与えられんと、僕の中のゴーストが囁いた。待ってちゃダメだ、すくんでちゃダメだ、僕は今立ち上がるんだ。お、かっこいい。お前の罪を数えろ。罪を数えろ、不法侵入とか一個二個。でも君もだいぶ罪犯してるよね。あ、頑張れ。おい、おー、かっこいいやん。で、これを、え、なんで、お母さん、え、あ、お母様、そういうこと。え、どういうこと？いや、でも確かにお母さんはアセトンちゃん恨んでたんだけど、でも、太田くんを刺す理由がわからんのよ。太田くんは殺さん、記憶をなくしたのか。え？なかなか面白い展開になってしまった。そして一発クリアしてしまった。もう時間ないと思ってたのに、やったえ？お母さん？やっちゃったか。そうね、太田を取られたって思ったのかな？いや、でもそれか、お母さんの包丁を利用した誰かにやられたのか。でもわざわざ、包丁使うかな？次回。太田、手荒な真似をしてすまなかった。まあ、どっちかっていうと太田ちゃんがやろうとしたからね。本当だよ、信じられないよ、告訴するよ。やってみよ、お前、お前が今までやってきた罪状、お前こそ罪を述べてみろよ。一個二個じゃ足りんやろうが、お前、僕を撲殺しようとするわ、ベッドの中で。ねえ、フルーツの待ってよ、果物の包丁持ってさ、殺そうとするわ。舐めんなよ、大人を。ごめんなさいね、伊達くんがどうしてもって言うもんだから。え、ボス、俺はそんなこと。まあまあまあいい。とにかく太田、お前にいくつか聞きたいことがある。遠回しな言い方はやめよう、端的に聞く、うん、お前の母親松下真由美はあの冷凍倉庫にいたんじゃないか。え、何言ってるの。また分かりやすい声。いたのか。いるわけないじゃん。いないとおかしいから。だってあの出来事が起こったのは午前3時ぐらいのことだよ。うんうん、母さんは家で寝てたに決まってるじゃないか。じゃあどうしてあんなもんが現場にあったんだろうな。あんなもの、確かにそいつは真由美が現場にいたことを示す確実な証拠にはならない。だがもしかしたらいたのかもと思わせるぐらいの十分な根拠にはなりうる。それは何かというと、任せんじゃい、伊達ちゃん。それは違うよ。驚きマンチョコ、パッケージにはまゆみがこれを購入、場所は太田が捨て、これで証明するよ。俺はポケットからそれを取り出して見せた。驚きマンチョコ、病室でも見せたよな。こいつは冷凍倉庫の隅に落ちてたんだ。でもだから何なんだよ。これを購入したのがお母さんっていうのは証言できてたもんね。パッケージに真由美の指紋がついてた。その反応からするとお前がこいつを真由美から受け取り冷凍倉庫で落としたってわけじゃなさそうだな。そんなことは花から分かっていた。このパッケージから太田の指紋は検出されてないからな。母さんは犯人じゃない。うーん、誰も犯人だなんて言ってない。そうね、俺はただ
現場にいたんじゃないかと言っただけだ。待って、太田くん、どうしてお母さんが犯人じゃないってわかるの？え、それは子供の心からじゃないの？なんか理由があるのかな？だって僕はあの白熊と取っ組み合いになったんだよ、うん、いくら着ぐるみを着てたって中にいたのが母さんじゃないってことぐらいわかるよ。それはそうかも。確かに体重とか心臓とか、それにたとえどんなことがあっても、いやそうなんよ、母さんは僕を刺したりなんかしないし。僕ももうあれは確実に太田くんを愛してる人だよね。だったらお前どうして真由美をかばってる？かばう？かばってるだろ。別にかばってなんか。そうかな。お前はあの倉庫で真由美と直結する重要な何かを見たはず。はい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 。だがそのことを俺たちには隠してる。実はお前自身が真由美のことを怪しんでるんじゃ。怪しんでなんかいない。一体僕があの現場で何を見たっていうのさ。さあ提出しようか。花柄の包丁、これね、太田くんとお母さんとの愛の代物だけど、この謎を消える。うれ、おい反省せよお前。包丁だよ、花柄の。あ、でもこの包丁ってさ、誰が持って帰ったの？だって現場にはなかったんでしょ。だから太田くんが何とかして懐とかに持ってたのかな。母さんいつもありがとうって文字が刻まれてる。その包丁、太田が小学生の頃母の日にくれたものなんです。まさかここに繋がるとは。私花柄が好きなもんですから。それで、うんうん、お前その包丁で刺されたんだろ、白熊に。なんで知ってるんだよ。エスパーだから。あの包丁を持ったまま逃げたのに。なるほど。え、でもそれも怪しいんだよな。わざわざ自分が特定されるような包丁を持つ？なんか違和感あるけど。でもお母さんなら、あのお母さんならしちゃいそう。だから誰も見てないはずで。なのに。やっぱりか。でも違うんだよ、母さんはやってない。あー、論理的なことを言ってもらうな。こっちも警察やからね。じゃあどうして包丁のこと黙ってたの？そうね、それは母さんが疑われるんじゃないかって思ったから。そしたら母さんはこんな風に取り調べを。言い方が悪いよな、取り調べっていう。その違う、言い方というか考え方が悪いよ。じゃあ太田くんの無実をここでね言ってくれたらいいんだから。伊達ちゃんはまともに平等にその罪を判断しようとしてるだけだからね。え、もし疑われて困ることがなかったら、この人たちの警察官には素直に話いいと思うけど。そんなことになったら母さんがかわいそうだし。それに、それに母さんはアセトンちゃんのことをよく思ってなかったから。そうね、悪魔だのなんだの言ってるもんね。もしかしたらだけど、母さんは誰かにアセトンちゃんを殺すように頼んで、それで包丁をその人に渡したんじゃないかって。その線はないかな。そう思って、そんな風に思っちゃって。そんなの絶対にありえないのにね。なんかどっちも証拠がないよね。殺したっていう風な確証的なものもないし、殺してないっていう風に否定できるものもないしな。ありえないのに、あの包丁を見たら気が動転しちゃって。とにかく信じてよ、母さんは事件とは無関係なんだ。お母さん呼びたいところだけど忘れてるよな。ああ事件は。そうだな。え、そうなの？俺もそう思ってる。あ、マジ？ごめん、僕だけなんだ。少なくとも真由美がイリスをさらった犯人というのはありえないって。ふむふむ。なぜなら、あ、なるほど。私の出番と。あ、そうだな、おきうらすぎたん。あそこには立ち入り時が制限されてるから部外者は入れないっていう感じかな。2台の車思い出していこうか。2台の車あったのは、太田くん家で使っている、あれだね、仕入れとかを使うような車と、あと太田くんが使った盗難車か。はいはい。まあ、これは理由にはならんのか。驚きマンチョコの場所かな？それは僕も思ってた。驚きマンチョコが落ちてたのは棚の裏だから、それは関係ありそう。
配信機器。あ、でも、微妙なところじゃない？お母さん世代だからって配信できないとは言わないじゃん。だってお母さんとかでも TikTok やってる人いるでしょ。沖浦水産かな、まずは。沖浦水産と、これは関係ないそうです。嘘でしょ、5分の、ね、2を外すの。私が花柄の包丁。2台の車。どれ？ちゃんと聞こう。配信機器。教えて、相棒。倉庫内にもビデオカメラと、いずれも犯人の遺留品だが、購入経路から所有者を割り出すことはできそうもない。また、指紋も検出されなかった。エイトと呼ばれるコンビニだ。冷凍倉庫の前には2台の車。うん、1台は松下家所有のワンボックス。はい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 。これを仕入れとかに使ってたって言ってたね。運転席の周辺からはオータの、助手席の周辺からはイリスの指紋が検出された。あ、指紋が出てきてないんだ。そしてもう1台はステーションワゴン。これは甲州街道沿いのコンビニ。オータが当たった車。それは同じくファミストの駐車場にて松下家所有車内にイリスを乗せたまま何者かによって強奪されてしまったためだ。それを見た太田は近くに止まっていたステーションワゴンをダッシュ、うん、その車を使ってワンボックスを探し回ったのだ。え？なお調査の結果、ワンボックスが奪われた時刻は太田がステーションワゴンに乗り込む1分前。ステーションワゴンに乗り込む1分前。午後10時32分であることが判明した。午後10時32分、オッケー。午後10時32分。じゃあこれとちょっと照らして合わせてみようか。驚きマンチョコが買われたのは ?10 時32分より後のことってことか。なるほど。であれば、驚きマンチョコと2台の車、これで証明できるな。そういうことよ。こんな細かい時間覚えてないって、伊達ちゃんすごいな。松下家のワンボックスは、中にイリスを乗せたまま、ファミストの駐車場で何者かによって強奪された。そうね。昨日の午後10時32分のことだ。ふんふんふん。その1分後、100メートルほど離れた地点にあるエイトで、マユミは驚きマンチョコを購入している。よかったね、まさか驚きマンチョコで、救われるとは思わんかったやろね、おばちゃんも。よかったねー。もちろん店内に入ったのはそれより前のことだ。うんうん。これらの様子は店に設置された防犯カメラによってはっきりと捉えられている。したがって真由美がワンボックスを奪うことは物理的に不可能。そうね。まあ、さっきの太田くんの、まあ、その犯行依頼者っていうのもなかなか筋が通らんし大丈夫やろ。必然的に真由美が白熊である可能性もゼロに近づくことになる。よかったね。先に話してくれたらよかったのに、マミを信じるなら。よかったな、本当に。とはいえ、殺人教唆の可能性は否定できないけど、ね。そうそう、そこは。そんなの、ありえないって。お前が言ったんだぞ。そうなんよね。誰かに殺人を依頼したのかもって。だからそれは。まあ、いずれにせよ、真由美から話を聞いてみないことには何とも。チョコの剣や包丁の剣、うん、聞きたいことは山ほどあるし。プラス、どうやって言ったの？だってもう車はないはずでしょ？太田くんが車使ってたのに。で、その車も犯人に取られて、どうやって行ったんだ？歩いて行くか？というわけで、俺はこれから松下食堂に行ってくる。うん。ちょっと待ってよ。んで、待たないといけないの。なんだと思ってんの、警察を。安心しろ。俺は何も、真由美をしょっぴくために行くわけじゃない。うん、だよね、この優しい顔見てよ。ね、普段みたいにふざけてないんだよ、伊達ちゃんが。彼女の疑いを晴らすために行くんだ。うん。本当に？ああ。母さんを、逮捕するわけじゃないんだね。そうだよ。お前の母さんは人を殺すようなやつじゃない。そうね。だろ。ありがとう、伊達さん。まあ、太田くんもちょっと気が動転してたのかな。そうね、殺人現場でお母さん的な証拠見せられたら。そうね。それはちょっと僕が気持ちを組んであげられてなかったわ。話してくれるかな、覚えてくれてるかな、お母さん。あ、いつもの家族写真見つめちゃって。いくつか聞かせてもらいたいことがあるんですが、お時間いいですか？あれ、どうしたの？元気ない。
あれかな、太田くんの病気のことを覚えてるのか？やっと思い出しました。あら！あの冷凍倉庫のこと。まゆみちゃん。ん？私がやったんです。え？何もかも、全部。どういうこと？え？誰かかばってんの？いや、でも太田くんが殺すわけないよな。え？太田くんの自作自演には見えないんだけど、まゆみちゃんがかばう相手？誰？だ、まゆみちゃんは殺さないでしょ？ん？次の日。ゆうべ、すぐに取り調べを行わなかったのは、少し落ち着いてもらおうと思ったからです。だってちゃん、いい判断。そうです。一晩寝て気持ちは変わりましたか？気持ち？何のことですか？どこだ？どこまでとぼけてんのこれ？正直に言います。私はあなたが犯人だとは思ってない。うん。あなたがやったというのは嘘ですね。嘘じゃありません。本当です。私はあの魔女、イリスをさらって、冷凍倉庫に連れて行き、うん、そして、イリスを台に固定して、目玉をくり抜いた？はい。あの白熊の着ぐるみは？通販で買ったものです。通販記録残ってるでしょ。あれを着てたのもあなたなのね。いや、これ嘘つくのはだいぶ無理がある気がするんだけど。そうです。伊達くん、犯人が自供したわ。すぐに逮捕状の請求。ちょっと待ってよボス。ねえ、あなた罪を見てるの？人を見てるの？人を見て判断しよう。よくそんな感じでアビスの指揮官になれたな。ねえ、枕営業でのし上がったらしい。やめてよそういう生々しい。いや、ボスはしないでしょ。そっち系の女じゃないでしょ。信憑性があって引くわ。とんでもないぶっこきやるなお前。ダメだろこの状況でそれ言ったら。犯行の様子をネットで配信した理由は、あの魔女がむごたらしい姿で死ぬ瞬間を世界中の人々に見てもらおうと思ったんです。失礼ですが、まゆみさん。あなたにネット配信の知識はあるんですか？そうね。バカにしないでください。こう見えたって私は。それじゃあ、手順を教えてもらえますか？うん、え？ネットで動画を配信する手順です。え、なんだろう。Google アカウント登録して、YouTube なんか一番最初の配信とか動画投稿するときに1週間ぐらいなんか時間を空けないとできなかったんだよな。すぐなんか登録してから配信することはできなかったから、そっくらい時間経ってからっていう感じかな。生放送とかは機材とかあんまりなくてもできた気がする。スマホでもできたよね。あ、でもスマホの場合また手順が必要になるみたいな。そう、ゲーム実況の場合はあれだよね、なんだっけ、LGX2 だよね。おすすめのなんだっけ、そう、キャプチャーボードが必要みたいな。そんなの言葉で説明できやしませんよ。じゃあ機材持ってくるから。なんというか感覚的なもんで。もう嘘ついちゃってさ、お母さんの嘘は悲しくなるんだけど。とにかくその時はいじってみたらできたんです。できるわけないだろう。こっちがどんな気持ちで2時間ぐらい、あ、繋がらないよって、動画映んないよってしてるか分かってないのか。次、ビデオカメラの PC はどこで？ゴミ置き場に捨ててあったのを拾ってきました。どこのゴミ置き場ですか？あ、いい質問するね。さあ、覚えてません。また覚えておらんの？でも本当です。あれは私が準備したものなんです。やっぱかばってる理由がわからん。夫か？夫かお前。夫がやったんか。なぜイリスをさらったんですか？まあ魔女だからって答えるやろうね。オーダーをたぶらかしたね、魔女だからね。私の息子はあの魔女にたぶらかされてるんです。グッズだのライブだのお金をいっぱい貢がされて、うん、だから息子の目を覚まさせてやりたい、うん、救ってやりたいと思って。それはね、太田くんが悪いです。お母さん、目を覚ますのはあなたです。太田くんがダメなんだよ。それは教えてあげないといけないんだから。どうしてイリスの眼球を？それはあの女が憎くて。憎いならもっとね、アイスピックとかで胸を口出しにしたりとか、そういう風にするよ。ただ殺すだけでは生ぬるいと思って。やっぱ違うよな。あなたが太田くんを刺したんですか？ここよ、ここ。しないだろ、あんた。それは。あの白熊の中にいたのはあなたなんですよね。うん、だったら、
あなたが太田くんを刺したということになりますが。はい、そうです。私が刺しました。家から持ってきた包丁で。あ、でも包丁のこと知ってるんだ。もちろん、傷つけるつもりはなかったんです。ですが、取っ組み合いになって気づいたら。第二サイクロ事件の全体のこと。第二サイクロ事件のことはご存知ですか？我々はこの犯人のことを、便宜的に二代目のサイクロプスと呼んでいます。ええ、知ってます。知ってるんだ。ちょっと意外。なだみしょうこと、沖浦蓮樹って人が殺された事件のことでしょ？そうそうそう。そうです。で、それの左目をくり抜くっていうのと同じだよね。左目をくり抜かれた状態で発見されました、うん、イリスも同じように左目を真似したの？このことから3つの事件は同一人物による犯行と考えられています。したがって冷凍倉庫の白熊、その中にいた人物こそが2代目のサイクロプスということに。それがあなただって言うんですか？あなたが翔子と沖浦を殺したと。はい、私がやりました。無理だろう、まゆみちゃん。そこはそこは嘘ついちゃダメなとこ。それはちょっと無理じゃない？そうね、まゆみちゃん、動機は、そうね、まあ動機は聞いていくか。だって沖浦たちとは関係ないんでしょ、あんた。沖浦蓮樹はあの魔女が所属している事務所の社長でしょ？そうだね。でも事務所すら知らなかったじゃん、君。え、なんで知ってんの？これを、まゆみちゃんに叩き込んだ人がいるの？魔女を使って、青少年の心をもてあそび、多くのお金を巻き上げて、うん、きっと、自堕落な放蕩生活を送っていたに違いありません。その意味では、あの男こそが、諸悪の根源。まあ、これ、本心で言ってるわけじゃないから何も言わない。だからです。だから殺したんです。うん。翔子を殺した理由は、その奥さんだから。沖浦の前の妻でしたよね、うん、それで沖浦を苦しめてやろうと思って、うんうん、ですが二人は4年も前に離婚してるんですよ。そうだよね。苦しめるとしたら現妻をやるべきじゃない？現妻というか関係ありません。愛人関係というか、そういうやつら。一度ちぎりを交わした男女のつながりは永遠なんです。ねえ、この言い方絶対お父さんだし、六馬ちゃんの中身分かっちった。あの、ちょっと雑なキャラで出した人でしょう。それはあなたの考えでしょ。沖浦がそう思ってなかったら。あんたいちいちうるさいんですよ。あんな、とにかく私はそう思ってたんだから、それでいいじゃないですか。これが本音なんじゃないのかな。男女のちぎりを大切にしたんじゃないの。いつどこでどうやって殺したの。それは覚えてません。覚えてない。すごい良すぎね、どっかの偉い人みたいだよ、あんた。そんなの通用すると思いますか？ねえ。私は脳の機能障害を患ってるんです、うん。覚えてないもんは覚えてないんだからしょうがないでしょ？でも冷凍倉庫のことは記憶にあるんですよね。思い出せる時と思い出せない時があるんです。その時々の調子によって変わるんですよ。いや、これは本当にありそうだから突っ込みにくいな。でももう、これ人としてというか、で、犯罪者として扱っていいってことでしょ、まゆみちゃんのこと。もうビシッと言ってやんないと。だって、今まゆみが言ったことについては事実。うん、それはわかるよ、僕だって。全く思い出せなかったことでも、うんうん、何かのきっかけで脳の回路が繋がれば、突然そのことを思い出せるようになったりする。それが、まゆみが患っている病気の特徴だ。だってそれが本当だったらさ、一番最初のその翔子の事件とかは、覚えてないんじゃん。どうやって殺したかも覚えてないのに、なんで自分が殺したって証明、なんか言ってるわけ。やっぱおかしいよ。なんで嘘をつくんですか？嘘じゃありません、うん。法廷でも同じように虚偽の証言をしたら、罪になりますよ。太田が苦しめんやぞ、犯罪者の家庭ってことで。だから言ってるじゃないですか。私は嘘なんかついてません。翔子と沖浦を殺したのは私だし。あの魔女を切断しようとしたのも私なんです。伊達くん、これ以上続けても意味がないわ。ねえボス、分かってよ、大事なんだってこれは本当に。でソムニウム世界行こう。
彼女は明らかに偽証してる。あ、ボスよかった。お前って本当にコロコロ変わる。よかった。よかった。本当に。最初に言ったのは冗談よ。そっかそっかそっか。私だって彼女が犯人だなんて思ってない。あ、そうよね。犯人です。本当に犯人なんです。うるさい！パチンってビンタして目覚めさせちゃう。お前のオータはそんなこと望んでないんだよ！いや、たまにはさ、暴力も必要なんじゃないの？今信じられる事実は一つだけ。一つだけ。真由美の購入した驚きマンチョコが冷凍倉庫に落ちてたってこと。そうね。現場にいたの間違いないから、棚の裏でしょ。もしも真由美が太田よりも先に現場に行ってたとすると。そうだよね。あ、そうだよね。繋がってんのか。顔を見てる可能性が。そもそもなんで冷凍倉庫に行ったんだろう。確かに。ここまで言えばわかるでしょ。サマニューム。シンクして。はい、行ってきます。ピュータ、松下真由美にシンクするわ。すぐに準備して。どうしたの？なんで嫌そうなの？シンクシステムの調子が悪いんです。え、こわ、それで命かけらんないんだけど。昨日のシンク、太田と伊達さんの相性が良くなかったんだ。それはようわかる。そんな相性良くないよ。太田ちゃんは夢を見る人でしょ？伊達ちゃんは割とリアリストだからな。相性？詳しいことは省略しますが、二、うん、人のシンクロ率を高めるためにちょっと無茶なことをしちゃったんです。あー、ありがとう。あ、だからなんか夢の世界若干違ったのかな。自分がちっちゃくなったりとか。そのせいでうんともすんとも言わなくなっちゃった。じゃあどうすりゃいいの。どのくらいで治るの。毎日16時間。遅すぎじゃん。8時間でなんとかして。無茶言わないでくださいよ。すぐにシンクはできないか。その間何しとこうかな。包丁のありかを探すとか。松下食堂行こっか。あれ以上取り調べを続けても意味はないし。伊達、松下食堂に行ってみないか。だよね。もしかしたら何か手がかりが見つかるかもしれない。あ、そうだな。任したぞ、そっちは。俺はそのことをボスとピュータに伝えた。じゃあピュータ、装置の修理頼んだわよ。6時間後にまた来るわ。半分に分かれちゃった。でもピュータ君ちょっと頭良さそうだから、ちょっと余分に時間言ってそうだから、期待しとくぞ、ピュータ君。最低に時間削らないでくださいよ。最低でも8時間。8時間。このラインは譲れませんからね。分かった。とか言って、ピュータは6時間で何とかしちまうんだろうな。かっこいいっすね、ピュータ先輩。ええ、ピュータはそういう男よ。信頼できる男っすよね。ボーナスも弾みますよね。ちょっとハワハラで訴えますよ。期待の声だから、黄色い声援だからセーフ。ブン。さて状況を整理しようかな。おそらく誰かをかばってるんだろう。僕もそう思う。誰だって言わなくてもわかるだろ。太田くん。いや、太田くんをかばう理由は僕はないと思ってるんだよ。真由美がかばう相手と言ったら一人しかいない。真由美は誰をかばってる。どうやって答えればいいの。相棒。まあこの中やったら太田しかいないんだよな。でお父さんと思うんだよ僕。それ以外には考えられん。じゃあ真由美は太田が真犯人だと思ってるのか。昨夜太田はイリスと一緒に松下食堂を出て行った。はいはい。真由美はそれを見ている。見たね。でも太田くんが刺されるとこも見たんじゃないのか。だが太田は犯人に腹を。そうだね。もしかして真由美はまだそのことについては思い出してないと。ああ、そういうこと。そうじゃない。それも含めて太田の犯行だと真由美は思っているのか。自作自演。自分で腹を刺したってことかな。自分で腹を刺したって。そうだ。え、じゃあ僕の最初の、いやでも太田くんを取り調べしてる限りさ、そんな気はしないんだよ。僕の最初の推理が、
イリスちゃんに好かれるためにわざと危険な状況に追い込んで自分が助けるっていう風にしたのかなと思ったけど、なんでそんなこと。そのことを説明する前に一つ聞きたい。お前は太田が犯人である可能性についてどう思ってる？ 20% かな。ありえないだろう。うん。どうして？太田が犯人でないと思う根拠は、明らかに証拠が残りすぎてるっていうのと、あとあれかな、車が盗まれてるでしょ。だったらね、あそこがその倉庫の入り口に2つ車がある理由が説明できないし、そうファミストでワンボックスが奪われてたこと、これよ。例のワンボックスは助手席にイリスを乗せたまま何者かによって強奪された。そうだよね。その車を奪った奴が犯人に決まってるじゃないか。僕もそう思う。その時イリスが助手席にいたとは限らない。イリスが運転したってこと？イリスは運転席にいたのかも。自分の目をくり抜くために。どういうことだ？だからイリスは自分でハンドルを握り冷凍倉庫に行ったのかもしれないってことだ。だがハンドルには太田の指紋だけしか。まあ、そこの指紋がどうのこうのっていうのはさ、最悪手袋すればいいだけだしさ。いや、太田くんもさ、イリスさんも結構オタク要素あるから、マイマイしてるかもしれないじゃん。で、マイマイはやっぱ、ねえ、それ指紋というか、手の滑りを良くするために、ねえ、それ持ってるからさ、マイ手袋ちゃんを。そう考えると。そんなもの、どうとでもなるだろう。僕もそう思う。例えば、服の袖を引っ張って、指先まで覆ってしまえば指紋はつかない。うん。他のは、昨日のソミニウムで太田白熊と戦ってたよね。そういうことか。昨日のソミニウムで太田は白熊と。あれはただの夢だ。うん、まあ、それはそうよね。それで言ったら、ね、イリスさんも瀬島と注意してたし。現実に起こった出来事とは限らない。うん。イリスの左目がくり抜かれていたこと、これ感情論すぎるな。好きな人の左目をね、保管しておきたいみたいに、家に飾っておきたいんだ、ずっと僕を見ていてよって言うかもしれないし。そんなことをするはず。じゃあ自分でくり抜いたのかもしれない。なんで？あるいは太田に頼み込んだという可能性も。ああ、いや確かにイリスさんに言われたら断れなさそう。私の左目を抜き取ってくれ。つまりあれか、相棒が言いたいことは、イリスが一連の事件の犯人で、1と2の事件、倉庫の事件とお給料の事件の犯人で、で、それでイリスちゃん疑われてたじゃん。で、その、疑いを晴らすために、あえて、事件の時と同じような状況の被害者になることで、目をそらそうとした可能性があるよねってことか。なるほどね。意味がわからないんだが。要するに太田とイリスの共犯による自作自演だったのかもってことだ。なるほどね。自作自演。イリスは松下家のワンボックスを、太田は奪ったステーションワゴンを運転し、それぞれ別々の車で冷凍倉庫へ。で、動画の配信準備を整えてから。そうだね、今更だけど動画の配信ってイリスの得意分野だしね。イリスは自分の左目に麻酔をかけてその眼球を抜き取った、あるいは太田に頼んで摘出させた。そしてイリスは台の上に横たわり、太田は白熊の着ぐるみを着て氷の切断機を始動。ここでよく思い出してほしい。なんすか？あの動画の中で太田と白熊が一緒に画面に映ることは一度もなかった。それはそうだ。プラス太田くん、なんかねえ、タイミング良すぎるって時に突っ込んできたよね。ブイーンって動き出してから急に、太田くんが止めたっていう。それを白熊が邪魔しないっていうのも不自然だったもん。僕もそれ思った。確かに。ってことは、太田はその後、カメラのフレーム外で着ぐるみを脱いで。そうだな。マセトンちゃんも僕が守る。もしかしたら、まゆみは、その様子を冷凍倉庫で見てしまったのかもしれない。なくはないな。さらにその場で太田とイリスが自作自演について話しているのを聞いてしまったとも考えられる。そしたら守りたくなるよね、お母ちゃま。それで太田をかばうために。いや、一応筋は通ってる気がするな、このロジック。可能性の話だけどな。
まあ、でもあんまり会ってほしくないな。これ以上そのイリスちゃんを嫌いになりたくない。だが、なんでそんなことを。もしも仮に、イリスが翔子とキューラを殺した犯人だったとしたら。やっぱそこに繋がるよな。白熊の剣をでっち上げることで、イリスを容疑者リストから外そうとした。うんうん。しかも今回のイリスちゃんに限っては、唯一死んでないんだよね。そこなんよ。そのためにイリスは目玉をくり抜き、オータは自分の腹を刺したっていうのか、うん、他に犯人がいると見せかけるため。何度も言うようだが、ただの仮説だ。いくつもある可能性の一つと考えてほしい。うーん、いや、だがその可能性は限りなくゼロに近いだろう。というと？いくらなんでも疑いの目を背けるためにそこまでするとは。だって二代目のサイクロプスは異常者だぞ。翔子と沖浦の死体がどんな姿で晒されていたか、もう一度思い出してくれ。そうね。翔子ちゃんはメリーゴーランドにいる馬にくくりつけられて、アイスピックでめった刺しの上で左目をくり抜かれてるもんね。で、沖浦ちゃんはメイドかコンカフェのところで、海賊船とかのフックに頭をくくりつけられて空中に浮かんでる状態だったもんね。おかしいよな。さらに二人とも、生きながらにして眼球を奪われている。そうね。どう考えても、まともな神経の持ち主とは思えん。プラスなんか理由があると思うんだよ。なんで抜くんだ？俺たちの常識は通用しない。左目、今んとこ左目はやっぱその伊達ちゃんの愛母が入ってるとこしか思いつかないんだよな。なんか共通点があんのか。松下食堂、火曜日お昼頃か、誰もおらんよね。ちょっといろいろ漁ろっか。太田、え、何してんの太田ちゃん。お前泣いてる。あ、自供聞いちゃったのかな。なんで母さんを逮捕したんだ。疑いを晴らすためだって言ってたのに。なのにどうして。ちょっと落ち着いて話を聞いてほしいな。そうね、お母さんが自供したんだよ。こっちも何度かしようとしてるんだけど。で、その疑いの目を晴らすためにここに来たの。そんな目で見て、そんなお母さんを大事って思うやったら、お母さんのクレジットカードで、ね、アイドルのグッズなんか買わずに、働けばいいやろが、お前！今になって大事に思いやがってよ。具合はいいのか？よくないよ！いいわけないだろ！僕は犯人にお腹を刺されたんだぞ！元気そうでよかった、ウォータちゃん。よかったよかった、心配したよ。そう熱くなるな。傷口が開くぞ。くっ。真由美が心配か？どうしてここにかな？まあ家だからね。病院にいたら、今朝早く警察から連絡があったんだ。うんうんうん、母さんが。犯行を自供したって。わかってるんだったら、伊達くんを責めるのはおかしくない。自供ってなんか知ってる？いつもなんか法律を盾にさ、こっちにさ、切れてきてるくせにさ、そんぐらいもわからんのか、お前は。それで、いても立ってもいられなくなって、警察に行ったんだけど、うん、取り調べ中だからって、母さんには会わせてもらえなくて、うんうん、そのまま病院に戻る気にもなれなかったし。だから、ここに。まあやっぱこの反応的に、やっぱ、共犯の線はないかな。まゆみは逮捕されたわけじゃない。お前、さっき、なんで母さんを逮捕したんだって言ってたが、真由美は別に逮捕されたわけじゃないぞ。え？確かに俺は真由美の取り調べを行った。うん。だがそれは容疑者としてではなく、重要参考人としてだ。そうね。そこは伊達ちゃんが気ぃ利かしたいよ。なあ。真由美は犯行を自供したが、今のところ偽証の可能性が高い。うん。だから、逮捕状は請求してないんだよ。そうだよ、母さんはやってない。母さんは無実だ。犯人はイリスか。もうこれ聞いた方がいいって絶対。
まあ、言えよ、ちゃんと全部話してくれよ。ある人物が言ってたんだ。もしかしたら、翔子と沖浦を殺したのはイリスで。うん。冷凍倉庫の一件は、自分から疑いの目を背けるために、お前とつるんでやったことなんじゃないかって。そうね。プラスでちゃんとお母さんがそれを知って、かばってるんじゃないかっていうのも言ってあげてほしい。そんなのありえないよ。だってアセトンちゃんは、左目を。自分でくり抜いたのかもしれない。もしくは、お前に頼み込んで抜き取ってもらったとか。冗談でしょ。僕がそんなことすると思う？すべての可能性を潰していかんと！お前のお母さんが捕まるんやぞ。っていうか、僕は犯人と直接戦ってるんだよ。あ、そこだよな。お前が戦ってる場面は、例の動画に映ってなかった。もちろん、お前が腹を刺されたところも。僕が自分でお腹を刺したって言うの？なくはない。自作自演。お前の得意技だろ。いやらしい言い方ずるなんだって、それは良くない、この真面目な中で。そらダメよ、言い方が。冷凍倉庫の件は自作自演だったのか。だから違うって言ってるじゃん！なんか、おかしいのもわかるんだよな。だって、で、自分が犯人だったとしたらさ、冷凍倉庫の鍵くらい閉めるでしょ。なんで太田くんが入ってくんの？じゃあ、どうして真由美はお前のことをかばってるんだろうな。母さんが、僕を。真由美が堅くなに偽証を続けているのは、誰かをかばっているからだ。そして、その誰かとは、お前以外に考えられない。なんか知っとるんやろ、お前。母さん、なんでそんなこと。考えてないのか。どうやら真由美はお前が犯人だと思ってるらしい。どうして？理由はこっちが聞きたいよ、うん、何か心当たりは？あるんだ。もしかしたら病気のせいかも。あー、記憶が曖昧になってるっていう伊達ちゃんの最初の推理と同じなのかな。母さん、脳の機能障害を患ってるんだ。うんうん。それで記憶が混乱して。真由美の病気について、まあ、こっちでもある程度知ってはいるけど。全部僕のせいなんだ。え？いや、記憶障害とか、その人の本人の問題でしょ。僕のせいで母さんは。こう見えて昔はこの食堂も結構繁盛してたんだ。いや、そうね。こんななんか温かそうなお店僕は好きよ。通いたい家の近くとかあったら。近くの川崎地区にはブルームパークがあるでしょ。あるね。そこのお客さんが行き帰りの途中でよく立ち寄ってくれてて。そうね、安いって言ってたしね、そのブルームパーク内よりも。そら、使いやすいやろ。でも、8年前の事故のせいで。そうね、パーク自体が壊れちゃったかも。入れんくなったからね。爆発事故のことだな。うん。ここは、ギリギリ立ち入り禁止区域には入らなかったけど、ブルームパークが閉鎖された煽りで。当然のように客足は途絶えて。辛いよな、立地条件最初は良かったのに。食堂も長くは持たなかった。うん。店が潰れてから、パパ父さんは昼は中華料理のチェーン店で、夜は交通整理の警備員として働き始めた。あー、立派やん、家族のために。母さんはビルの清掃員。うん。二人とも寝る間も惜しんで働くようになったんだ。うん。お前は？当時の僕は高校生だったから、いや、ただのバカだったから、両親が働くのは当たり前だと思ってバイトとかをしたりはしなかった。それどころかパソコンを買ってもらったり、アイドルのライブのチケット代を出してもらったり、何不自由なく生活させてもらったよ。いいお母さんやったね、本当に。いいご両親。でも実はうちにはすごい額の借金があって。そうでしょ、あれか、その、なるほどね、食堂開くにあたっての借金かな。だって他のギャンブルとかしそうなご両親に見えないもん。住居兼店舗としてのここのローンだよ。だよね。父さんも母さんもここを手放そうとはしなかった。思い出の場所。この店には思い出がたくさん詰まってるから。そっかそっか。いや、言いたいことはわかるよ。その思い出を守るために二人は身を粉にして働いて、うん、働いて働いて働いて、うん、そんな二人のおかげで僕は大学にも進むことができたんだけど、
僕が入学してからすぐに父さんは、亡くなったんだな。過労かな。過労のせいで心筋梗塞を起こして。ああ、一番辛いパターン。それでも僕は二人の苦労がわからなくて、大学では遊びほうけて留年までして。何しとお前は。母さんは僕を責めることはしなかった。お前何してんの太田くん。今って働いてるの？僕ニートと思ってたんだけど。この言い方で僕働いてなかったら許せないんだけど、こいつ。いつだってニコニコと笑って、うん、僕がすることは何でも許してくれた。可愛い子供やからね。大学を辞めるって言ったあの日も。マジか、留年生。その上で母さん、僕退学しようと思うんだ。どうしてまた。僕作家になるって決めたんだよ。そりゃ立派な志だね。お母さん優しい。やっぱ子供の夢を否定しないの本当にすごいと思う。借金がある中で。だけどせっかく入ったんだし。そうね、そうね。一応大学は出ておいた方が。ね、大学行きながら作家とか目指すでもいいじゃん。はあ、母さんは分かってないな。作家ってやつはね、自分の時間の全てを創作活動に当てなきゃならないんだ。大学なんか行ってる暇はないんだよ。それにも出版社の編集者さんとも仲良くなっちゃったし、デビューは間違いないんだ。そうなのかい。騙されたのかな。太田がそんなに言うなら、母さんは止めないけど。太田くん、それ嘘だったらダメよ本当に。式におやり。お母さん。大丈夫、太田ならきっとうまくいくさ。めっちゃいいお母さんちゃん。いや、まゆみちゃんは絶対やらないって。太田くんを刺さないって。たとえどんなことがあっても母さんは太田の味方だからね。いい子のいい子。いつまでもいつまでも太田のこと応援してるから。なんかちょっと胸くそ悪いな。こういう優しい気持ちのせいで太田くんが怠惰になっちゃったっていうのもあるだろうけど、でもお母さんとして僕は素晴らしいと思うんだな。編集者の話は嘘だな。お前ふざけんなよマジで。よくわかったね。本当は SNS で二子と三子とやりとりしただけなんだ。なのに僕は舞い上がっちゃって、そんな希薄な根拠で作家になれるって本気で思い込んじゃって。あ、本当に思ってたんだ。嘘のつもりじゃなかったんだ。あー、そう、かわいそうなのか。無理なのに。なれるわけないのにさ。だって実は僕、今まで一度だって小説を書き切ったことがないんだ。いつも初めの1万字ぐらいで投げ出しちゃって。新人賞に応募するなら最低でも10万字前後は書かなきゃいけないのに。なのに、それなのに母さんはそんな僕のことを応援してくれて。家族の優しさに触れてしまうわ。お母さん、まゆみの病気はいつ発症したの？僕もうちっちゃい頃からあったんだと思ったけど、多分この言い方だとあれかな、大学を辞めてすぐあたり。太田前、太田、僕が大学を辞めてすぐのことだよ。いやー、もう心が持たない。お母様。母さん、僕の前ではニコニコしてたけど、本当は精神的にかなり参ってたんだと思う。そりゃそうだよね。もう一生懸命働いて、でも子供は大学を辞めるって言い出して、でもね、夢を追うならって思って、作家なら、作家に太田がどうしてもなれるって言うなら、送り出したら、アセトンちゃんにはまってずーっと応援してるんでしょ。そりゃ悪魔って思うわ。お母さんの中では、作家を諦めてる理由は、アセトンちゃんのせいなんだ。イリスのせいなんだ。それで。つら。おや、どうしたんだい太田。今日は大学は休みなのかい。それって嫌味。ああ、そうだったね。大学はもうごめんね。母さんたらすっとぼけちゃって。はあ、息子の一大決心を忘れるかな。ごめんごめん。それよりお腹は空いてないかい。朝から何も食べてないだろ。からかってるね。え、朝も昼も食べただろ。あれ、そうだったかね。ところで太田、こんな時間まで家にいて大学はいいのかい。やっぱりからかってるんだ。からかってなんか。僕をバカにするな。お母さん、お母さん、かわいそう。やべ、やべ、
心がえぐられるわ。やめよう、こういうの。本当に。自分の身を改めようと思ったな。これよく、辛いな。わざとじゃないんだもんね、病気とかって。今ならわかる、僕は。話の続きを聞く。母さんが病気になったのは、僕がクズだったからだ。自分のことばっかり考えて、母さんのこと大事にしないで、病気が発症してからも、からかわれてると勘違いして、僕は母さんにきつく当たっちゃって。なんでおかしいと思わかったやの。まあ、クズやからか。それでますます病状は悪化していって。かわいそう、お母さん。一人でずっと悩んどったやろね。言い出せないもんね。そこでホータ君が病院に連れて行ったか。その写真は？その写真は？みんなの家族写真やろ、三人の。オータはフォトフレームを裏返して写真をこちらに向けた。好き、この写真。写真を見ると思い出すんだ。あの時のことは。あれだよね、横断歩道の件かな。小さい頃、母さんにひどいこと言っちゃって。父さんにこっぴどく怒られて、それでお詫びじゃないけど、僕は父さんと一緒に母の日にプレゼントを。なるほど。そしたら母さん泣いて喜んでくれて、この写真はその時に撮ったものなんだ。お母さんも大事にしとる。いつも見てるもん。なんでこんなことになっちゃったんだろう。僕はなんてダメな息子なんだろう。ね、今から更生したらいいと思うのに、なんか更生はしそうにないの。なんで？相棒。どうした？太田は確かにクズ野郎だ。僕もそう思う。だがどうしてもこいつが犯人だとは思えない。わかる、しないと思う。僕も思うよ。それは。今の話を聞いて思ったんだよ。こいつは悪い奴じゃないって。そうね、家族のために泣いてるんだから、信じてあげたい、この涙だけは。やれやれ、あまりにも非論理的な推測だ。でも相棒もわかってるんやろ。人間とはそもそも非論理的な生き物だ。そうね、感情的になる生き物なよ。それが素晴らしいんよな。お前みたいな AI とは違って論理に徹することができない、だがその代わり人間には一つの優れた機能が備わっている。共感とかかな。何のことだ。直感だよ。直感か、そっちか。役に立つのか。立つ。もう人生の分岐点だから直感でね、変わるって思ってるわ、僕は。大きいよな。うん。相棒。自分の気持ちに素直になろうと思うもん。もしかしたら何か見逃してるものがあるかも。はぁ、分かったよ。おた、お前を信じるわ。マットレイ、そこね。なんか急に面白くなってきたから本当になんかあれかな、僕の中でイリスの取り調べあたりかな、なんかがぜんその勢いが増してきてるわ、このゲームの。なんか見つけたかね、かがりくん。だって倉庫を調べるんじゃなかったのか。いや、ちょっと気になることが。あ、まず車の中かな。僕もそう思う。ワンボックスの中の。なあ相棒、このワンボックスをここまで運転してきたのは誰だ。可能性は二つある、イリスか、イリスをさらった犯人か、どちらかだ。真由美である可能性は。チョコの購入時刻から考えてほぼありえない、ファミストの駐車場でワンボックスが乗っ取られたのは日曜日の午後10時32分。その時刻、真由美はファミストから100メートルほど。こっちは、太田くんのステーションワゴン？アイボー、この車が太田に奪われたのは間違いないんだよな。まあ、太田くん自身も自供してるしね、これは。ファミストの駐車場に設置された防犯カメラが、その時の様子をはっきりと捉えている。ってことは、こいつをここまで運転してきたのは太田ってことに。何当たり前のこと言ってるんだ。冷凍倉庫の中には、まゆみが購入した驚きマンチョコが落ちていた。そうね。そう、まゆみちゃんがどうやって来たのか、そう、歩いてきたわけでもないだろうしって。もちろんだからといって、まゆみがここに来たと断言することはできない。だが、もしも仮に来たとしたら、
どうやって？そう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 。乗ってきたのがワンボックスでもステーションワゴンでもないとしたら。え、何？船でなんか来た？そっか。別の車か。ああ、そうか。別にごめんなさい。日曜日の夜から月曜日の未明にかけてこの付近にやってきた車を検索すればいいんだな。うんうんうん。そう告げるなり、相棒は N システムのサーバーにアクセスし、速やかに検索を開始した。N システムがそういう警察官の、ああいうシステムかな。結果は間もなくもたらされた。見つかったぞ。1台の個人タクシーが引っかかった。わおー、個人タクシーで来たんだ。今、そのタクシーはどこに？どうやらレムニスケートの駐車場に止まっているようだ。レムニスケート？レムニスに？どうして？アイドル事務所だよね。理由まではわからん。うんうんうん、とにかく、運転手から話を聞いてみよう。そうね。あ、じゃあ移動するんか。オッケーオッケー。昨日こういうおばちゃんを運んだかって。で、帰りも待ってたんじゃないの？ねえ、帰りの車も必要だから、そこの倉庫の前に、タクシーのあんちゃんを置いておいて、ことが済んだ後に、え、でもそしたら犯人に見つかるよな。誰か来てるって思うし。なんかずれてるな。何かが違うのかな、考え方の。あ、この BGM 好き。てってって。ちょっといいか？あんたか、個人タクシーの。うん、足ですかい？またふざけたキャラ出しちゃってさ。もっとかっこいいの出してよ。足って。だて、おっさんの面白い一人称に気を取られている場合じゃない。念のため確認させてくれ。あんたは？足はしがないタクシードライバーでござんすよ。ござんす？なんか江戸世代から来たよ、こいつ。ちょっと話聞こうか。話を聞かせてくれ。どこの生まれですか？どこの？え、どこら辺？足、広島弁とかそのあたりかな？埼玉の川越でござる。埼玉？え、埼玉って普通に関東の都会じゃないですか？じゃあ、うん、その喋り方は。なんで？時代劇。生まれつきでござんす。おかしいだろ、誰の？お母さんとかじゃないの？両親ともこんな喋り方なのでござんす。あ、やっぱ家庭的なもんか。まゆみ、どうしてここに？これ気になる。亀池山王のスタジオからタレントさんを乗せてここまでやってきたのでござんす。だけどまたすぐ移動するってことだったんで、ここで待たせてもらってるのでござんすよ。別にそんな怪しいとはないのかな。まゆみについて。乗せた？この女性。深夜3時っつったら覚えてそうだしね。珍しいでしょ、そんな時間に女の、ね、女性一人で乗ってくるっていうのは。俺はここに来る前に一度、アビスの本部に戻り、マユミの写真を準備しておいた。それを運転手に見せて尋ねる。日曜日の夜、このおばちゃんを乗せなかったか。へえへえ、よく覚えてござんすよ。だよね。このババアなら、確かに乗せたでござんす。お姉様な、お前ふざけんなよ。心の清らかなお姉さんだろ。でもって、東京の街をあちこち回って。あ、頑張って太田探したんだ。最後にたどり着いたのは、有明の倉庫街でござんした。どうして通報しなかったんだ？通報？これだけ大々的に報道されてるんだ。ああ、見てないんだ。有明の冷凍倉庫の事件、知らないわけじゃないだろ？いやー、知らないでござんすね。テレビ見ない派？私は新聞とかニュースとか、からっきし見ないタイプでござんすから。でも、タクシー運転手ってさ、普通タクシー運転してるときにさ、聞かないラジオとか。なんで？まゆみを乗せてから。確か夜の10時ぐらいでござんしたかね。うん、もう早くれちまったのでござんすが、川崎地区の近くに松下食堂って店がござんしてね。うんうん。その近くでさっきのババアを拾ったのでござんす。ちょっと笑っちゃうんだけどこれ。ちょっと面白くない？ずるくない？だなんかこの悪意のないババアって言い方がちょっと好きなんだけど。悪意がある言い方じゃないもん。ババアのやつ、車に乗り込むやいなや、だいぶ焦った感じの様子で、前のワンボックスを尾行してくれなんて言い上がりまして、なんだか映画みたいな展開でワクワクしたのでござんすが、一応何があってもいいように、料金だけは前払いで先にもらっといたのでござんす。あ、偉い。で、尾行を開始して30分ぐらい経った頃、うんうん、前のワンボックスが突然コンビニの駐車場に止まっちまいやがりまして。あー、その流れで隣にいたんだ。いや、偶然そんな近くにいたんだねと思ったけど。甲州街道沿いにあるファミストだな。うんうんうん。へえ、その通りでござんす。よくお分かりになったでござんすな。ですが、
同じ駐車場に車を止めたんじゃ尾行してるってバレちまうでござんしょ。なるほどね。そこであっしは一旦ファミストの前を通り過ぎて、うん、そっから100メートルほど先にあったコンビニエイトの駐車場に入ることにしたのでござんす。うんうんうん。でワンボックスが動き出すのを待ってたら、あのバーバー何を思ったのかいきなり買いたいものがあるとか言い出して、エイトの店内に駆け込んでいっちまいまして。え、これさ、やっぱその、オータ君のために買ったんじゃないの？その、ね、尾行してる時に尾行のことを病気で忘れて、はっ！あー、コンビニがある！オータの好きなもの買ってあげないと！そういう優しさだったんじゃないかな。おそらくこの時だろう。うん。まゆみが驚きマンチョコを買ったのは。うんうん。それからしばらくして、買い物を終えたババアが店の外へ出てきた直後のことでござんした。例のワンボックスが目の前の甲州街道をつまびゅーんと駆け抜けていくのが見えまして。誰が運転してるか見てないな、こいつ。足は慌ててババアを乗せると、そのまま追跡を再開。ふむふむふむ。さらに30分ぐらい尾行を続けたのでござんす。なるほど。今の話が確かなら、オータがファミストに置き去りにされたこと、マユミは気づいてなかったことになるな。うん。マユミはずっと、オータはワンボックスに乗ったままだと思い込んでたってことか。話の続きを聞く。やがてたどり着いたのは、とある立派なお屋敷。お屋敷？え？何それ？ワンボックスは門から敷地内に入り、姿を消してしまいました。わかった！瀬島のとこだ、これ！やっぱ瀬島とイリスちゃんはつながりがあるんだ。仕方がないから足たちはその屋敷の近くで待機して、うんうん、それから10分もしなかったと思います。すぐにまた屋敷の門からワンボックスが出てきたんで、足たちは再び尾行を始めたのでござんす。ところがさらに30分ぐらい走ったところで尾行はまたしても中断。中断？次はどこだ？何があったんだ？ワンボックスが立ち入り禁止区域の川崎地区に入っちまったのでござんす。ん？ババアには追うように言われたのでござんすがね。まあ、さすがにそこはね、その、いろいろ、なんかガスとかが出てるかもしれないから行きたくないよな。バレたら免停じゃ済みませんから、うんうん、禁止区域の手前で車を止めて、足たちはワンボックスが戻ってくるのをひたすら待ち続けることにしたのでござんす。川崎地区に行く理由は？瀬島が？もともとそこに住む場所があって、で買い戻したって言ってたもんね、土地を。あ、そこに行ったのかな。イリスさんも連れて？まあ同じ道を引き返してくるとは限らないですし、そもそもいつ戻ってくるかもわからなかったんで、うん、ある意味賭けみたいなものでござんしたけどね。そうだね。でもババアがどうしてもっていうもんですから仕方なくは。話の続きを聞く。面白いな、この人の話。それからおよそ45分後、うんうん、日付が変わって月曜日の午前0時25分ぐらいのことでござんした。はいはい。事件が起きるのが大体、まあ事件解決が、解決っていうか、その警察が踏み込んだのが午前3時15分ぐらいだから、大体逆算して1時間前ぐらいとして、2時15分ぐらいに白熊ちゃんが来るのかな。よくそこまで覚えてるな。うん。あっしはいつも決まったラジオ局の放送を聞いてるのでござんして。なんでなのにそんな事件も知らないの。ただ聞いてる？時刻しか聞いてないんじゃないの、お前。その時に起こった出来事と番組のタイムスケジュールを照らし合わせれば、ガチですぎる。大体の時刻がわかるんでござんすよ。なるほどな。続けてくれ。で、午前0時25分。ババアの執念が実ったのか、賭けはズバリ的中することに。やるやん。ワンボックスが消えていった同じ道から、まんまと引き返してきやがったのもうこれ犯人だろ、こいつが。言い方。再び尾行を再開。うん。ここまで来たんだから、絶対バレるわけにはいきません。そうね。そう思って、今まで以上に車間距離を取ってたら、そいつがアダになっちまいまして。赤チン、赤信号かなんか捕まったかな。有明の倉庫街に入ったところでうっかりワンボックスの姿を見失っちまったのでござんす。あらあら。そしたらババア何も言わずに車を降りちまって、しばらく待ったんですが、ババアは戻ってこなくて、うんうん、しょうがないんで、え、足は諦めて帰ることにしたのでござんす。どうやって帰ったの？お代の方、先にもらっといてよかったでござんすよ。最後に一つ聞かせてくれ。川
話は分かった。最後に一つ聞かせてくれ。ワンボックスが途中で立ち寄ったお屋敷っていうのは。ああ、タクシードライバーなら誰もが知ってる豪邸。国会議員の瀬島って人の家でござんす。だよなー、瀬島ちゃんだよなー。瀬島？なんでワンボックスが瀬島の家に？とにかく、瀬島のところに行ってみよう。ああ、そうだな。なんだろう、この繋がりそうで繋がらないような感覚。でも瀬島が、イリスを殺して殺すっていうか、左目を奪って、あんな熊のモノマネするようなやつに見えないんだけど。わかーん！そう、一回、今日はここで終わるわ。で、また明後日ね、あ、違う。し明後日火曜日、再開したいと思う。瀬島くんへの取り調べを、開始するわ。一回セーブ。今日もね、一緒に遊んでくれてありがとう。また！よかったら見に来てくださいね。ほんじゃ！グッバイなら。